今日は帰らなくてもいいんじゃない？いやー、相変わらずキモくてすいません。自分で言っててめちゃくちゃ気持ち悪かったわ。この前ね、初めて会う方と飯食いに行って酒飲んだんすよ。で、ちょいちょいね、LINE はしてて、ただ実際会ったこともなくて顔も見てなくて、で、とりあえず待ち合わせだけして、じゃあ飯でも食いましょうかと言ってんけど、思いのほかね、なんか緊張はせんくてね、もっとなんか緊張するかなと思ってんけど、前々から LINE だけはしてたんで、ずっと。だいたいわかるやん、LINE で。あ、こんな感じかな、みたいな。こうかな。こうかな、あーかな、どうかな、みたいな。で、だから全然ほんま緊張はしてなかった。で、まあ仕事がね、僕終わったんが、何時ぐらいやろ。ちょっと早く終われたんで、思ったより待ち合わせには早く着くことができてんけど、まあ僕が改札出てね、こう誰かなみたいな、全く見てなかったけど、まあブラブラ外を歩いとったら、その子がこう声をかけてくれてね、本物やと。で、パッと、こう、見たわけなんですよ。まあ、綺麗な方でね、これがまた。ねえ。綺麗な方やったんですよ。で、その方と、まあ僕がちょっとご飯屋さんを、あ、ここ、ええかな、思って、チョイスしたお店があって、で、そこで、二人で、ご飯を食べながら。まあ、その方は、ちょっとお酒飲んでなかったんけど、僕はちょっとお酒飲んでね。まあ、楽しい時間をこう、過ごしてたわけなんですよ。でね、まあ、僕はそのお酒飲んでたんで、まあ、つまみを何品か頼みながら、で、その子は、まあ、定食を食べて、ああ、美味しいね、と。いいお店やね、と。まあ、そう言って、なんかね、こう。あ、そうって。なんか、その、店入った時に、めっちゃ大きいガが飛んどったんよ。ブワーって、飛び回っとって。ブワーって。で、まあ、僕がこう、チョイスした店やったから、ちょっと悪いなって思いながらその子をパッて見たら、どうやら虫がめっちゃ嫌いそうやって、ね、キャーみたいな。またそれもよね、すごい可愛くて、でもこんながやって、もうこんな、もう今まで見たことないぐらいこんながが、ね、おってね、それをまあ店主さんがこう、パッとこう、ね、バンこう退治してくれはってんけど。まあそんな困難もありながら、まあまあ、ね、美味しい料理に舌鼓を打って。なんかその子結構食べるみたいやってんけど、やっぱちょっと遠慮しとったんかな。ね、もっと、ね、時間があればね、食べれとったんやと思うよ。でね、まあまあ、そのお店出て、ちょっと甘いもんでも食べたいよね、みたいな。食べたいな、みたいな話になったわけなんよ。おー、甘いもんか、つって。で、その時にね、僕が、今日帰らなあかんの、つって。いや、そういうなんか
あれちゃいますよ。なんか下心がすごいありありの今日帰らなあかんのっていうわけじゃないっすよ。ほんま8割ぐらいしか下心なかったっすけど、今日帰らなあかんのけ。けって、ね、こう。いや、もっとせっかくね、来ていただいて、まだ1時間ぐらいしか経ってなかったから、まあまあ、そんなね、なんか下心ありありっていうあれじゃないけど、ね。もうちょっとなんかね、長い時間、喋りたいなって思っとってんけど、今日帰らなあかんのけ、って言ったんよ。ほんならね、帰る。おう、そうか。で、その、この悶々とした、この甘いスイーツ、甘い夜を過ごしたかった、僕は、もう、いても立ってもやっぱりいられんかって、もう今日はもう、この悶々とした気持ちを、スイーツにぶつけてやろうと思って、スイーツを食べます。鼻血が出るくらい食べようかな、と思ってるんやけど。世の中うまいこといかんもんやね。甘い夜を僕は一人で過ごそうと思って買ってきたんが、サーティワンってシェイクができるんやね。俺、ほんま、つい最近知ってね。こう、シェイクできるんやったらちょっとシェイク飲みたいなと思って、ジャモカコーヒーのシェイク。僕ね、サーティワンでね、食べるんやったらもうジャモカコーヒー一択なんよね。これが大好きで、これのシェイク。と、なんか、期間限定の、江戸川コナンの、なんたらかんたらみたいな。すいません、ちょっとミーハーなんで、ちょっと期間限定っていう商品に、目がくらんでしまって、全く興味のない江戸川コナンをチョイスしました。何味かも知りません。と、この、ファミマの、僕、これね、めっちゃ好きなんよ。超うまくて、これが。で、その横にね、これね、僕初めて見たんよ。このチョコレートタイプ。チョコじゃないわ。ココア。だ、思わずちょっと二つ手に取った。わけやねんけど、それと、あんこと黒蜜のエクレア。まあこれもなんかもう適当にもうこれでいいかぐらいの気持ちで取ったエクレアと休憩のファミチキと、でその子がね、まあこれはまた後でいいか、後にしよう、ということでちょっとサーティワンのシェイクから、うわ、やっぱジャモカコーヒーがうまいわ、めっちゃうまいわ。うまで、この甘いコーヒー、江戸川コナン忘れとった、ちょっと江戸川コナン、パチするやつが入ってる。ヨーグルト系かな。うん。ちょっと爽やかな感じ。これ。
ほんまは二人でこういう甘いのを食べる予定やったのに。ね、これがうまいんよ。うまっ。幸せや。この悶々とした気持ちもちょっと吹き飛ぶにゃ。ことやったんで、まあ夜空を2人で散歩しながらいろいろ喋っとってんけど、なんかもう喋るトーンであったりとか、その雰囲気とか、もうなんかね、可愛らしいよ。だから僕はなんとかしてその日はほんまにスイーツをね、二人で食べたかった。ほんまに。なんか、結構食べはる人で、ワンホールぐらい一人で食べんねんて。で、ね、時間があればね、ほんまに、ちょっとそういうね、スイーツも一緒にその夜食べようと思っとって。ね、もうその子をこう思い出したら、もう、ちょっとすいません。布団に潜って俺のシェイクを飲みたいと思います。あ、すいません、取り乱しました。31行ったほんま閉店1時間前とか言ってんけど、すごい人やって、大人気やねん。動画をコナン割れないぞ。なんかシェイクの一番人気はホッピングシャワーみたいで、ココアダブルクリームサンド、いちごクリーム&ホイップ。ココアのほろ苦さと、いちごとクリームの甘酸っぱさ、好きなやつは税込み178円やけど、こっちは228円、50円高いな、うん、けどうまいわ。で、休憩のファミチキ
もう、もう、甘いもんの間にこのファミチキを挟むことによってファミチキのうまさが爆跳ねするね。これこれ天下取れるぞ、この食べ方。もうやばっ。今まで数知れずファミチキを食べてきたけど、今日ほどうまいと思った日はないかもしれん。それぐらいうまい。ちょっと置いておこう、このファミチキは。ファミチキの後のジャモカコーヒーのシェイク、うま。まあ幾度となく31のジャモカコーヒーを食べてきた俺やけど、過去一番うまく感じたかもしれん、このジャモカコーヒーが。ちょっと待てよ、ファミチキと31コラボせえ。あんこと黒蜜のエクレア、うん、うん、贅沢やな。あんことクリームと黒蜜って、すいません、ちょっとで充電が切れちゃってちょっとこういう体勢になっちゃいましたすいませんそう、ちょうど黒蜜のエクレアを食べた時に、あの食べ終わりすぐぐらいで切れちゃって申し訳ない。ちょっともうこの寝っ転がってこの後やるんやけど、これもなんかもうほんまそのまま手渡しになりますけどって言われて、ほんまこんな手渡しなんやと思ってね。なんかさ、そのままの手渡しですって言われてさ、渡されたけどさ、そのまますぎん溶けるでこれ。溶けそうやったんで帰り道先飲んじゃいました、ちょっとだけ。うまいわー。でよ、でその子がね、帰り際にお土産で僕が吸ってるハイライト、これを3カートン、びっくりしたね。目ん玉飛び出るか思ったもん、ほんまに。多いやろって。多すぎってね。と、あと、フィナンシェ。これもいただいて、これもちょっと食べようかなと。その子を思い出しながら、じゃあフィナンシェを。俺のフィナンシェ食べるわ。わ、美味しそう。こんなん、あんま、久々食うたフィナンシェ、なんか大人のフィナンシェって感じ。お酒入ってるこれ。
入ってない。うまっ。そんな甘すぎない感じの。めっちゃうまい。で、最後に残しといた。ありがとうございますよ。ね、ありがとうね。こんな美味しいもんもいただいて、タバコまでいただいて、ほんまにもう涙出るわ。ラスト1個全部食うてもた。うん、おいしかった。この箱はね、もう大事にこうやってこうやりながら寝ようかな、今日は。じゃあ今日はこれで僕の悶々とした気持ちを全部スイーツにぶつけてました。鼻血は出ませんでしたけど、いい夢が見れそうです。ありがとうございます。ありがとうね。ほんまにありがとう。ほんまに。